一塁の逆転のランナーを通る。ライトへワンバウンドヒットになった。中継にボールが送られる。サードランナーホームイン。バファローズ同点、2対2。カープさらに二塁一塁のピンチが続きます。ここは抑えておきたかったんですが、タイムリーを打たれてしまいました。ここで追いつかれました。同点です。バッターボックスには3番中川。カープこの回1点を失っています。さあ同点に追いつかれ、なおも一打勝ち越しと。初球から抜けた、セカンドランナー帰れば勝ち越し。ワンバウンドヒットになった。セカンドランナーホームイン。バファローズ勝ち越し、3対2。カープなおも三塁一塁のピンチ。ここは抑えておきたかったんですが、タイムリーを打たれてしまいました。そうですよね、ボール自体はね決して悪いものじゃなかったですからね。ここでリードを奪われます。さあそして打席には森が入ります。さあなおもピンチが続きます。まずはボールから入りました。ああ今の球は打ちたかったですね。そうですね。さあ3球目は何か。外低めの球、ワンボールツーストライクです。高めのボール、これはどうだ。菊池一塁を送ります。サードランナーホームイン。バファローズ1点追加します。タイムリー内野安打、4対2。カープなおも二塁一塁のピンチです。警戒していた相手ですが、タイムリーが出て追加点を奪われています。そうですよね、コースとしては悪くないんですけどもね。この序盤戦さらにリードを奪われます。さあそしてバッターボックスには西川が入っています。さあなおもピンチの場面、切れていきます。ファウル、打ちました。取った、一塁へ、一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回バファローズ貴重な得点でリードしました。4対2。バファローズが逆転しました。2回の裏になります。追いかけるカープの攻撃、8番バッターはキャッチャー相澤。カープビハインドで迎える2回の攻撃です。点を取られたんでこの回すぐに取り返して追いついておきたいですよね。さあまずは先頭バッターを出し、打ちました、高いバウンド、セカンド取る、アウト、ワンアウト。ピッチャーに打順が回って先発の森下がバッターボックスに入ります。塁に出てやろうという気持ちで打席に立ってほしいですね。そうですね。初球空振りです。2球目打ちました。横山掴んで2アウト。打順はトップに帰って秋山。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。2アウトになっています。この回のカープ打線ですが、たった3球で2アウトになっています。ちょっと簡単に打ち取られすぎてますかね。はい、そうですよね。際どかったですよね。インローのストレート、いいボールでしたが外れています。ここはストライクゾーン内のボールは打ちました、ショートの横抜けた。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。ランナー出ました、カープです。ツーアウトランナー二塁。さあカープ得点圏にランナーを置いています。早めに返していけると試合運びに余裕が出てきますから、ここは点に結びつけておきたいですね。そうですよね。さあこのチャンスをどう生かしてくるでしょうか。バッターボックスには矢野入っています。
さて赤星さん、この矢野、左ピッチャーとの相性はどうなんでしょうか。そうですね、特に左に弱いということはないと思いますね。左右同じくらいの成績を残しているはずですからね。ああそうですか、危ない球です。変化球打った、お手元の内野ゴロ、ファーストが抑えた。そのまま一塁に入ってスリーアウト。先ほどのシーンリプレイでご覧いただいております。ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした。2回終了4対2、バファローズがリードしています。3回の表バファローズの攻撃、打席には6番バッター頓宮。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。カープビハインドで迎える3回です。打ちました、菊池、アウト、ワンアウトです。打順は7番太田。いやさっきのツーベースは見事でしたね。はい、ここも狙っていってほしいですね。そうですね。森下、まずは先頭バッターを打ち取っています。ダーッと当ててしまいました、デッドボール。やはり痛めました。今やはり怪我が重いんでしょうか。交代のようです。バファローズが代走を送ります。渡辺ファーストランナーに入ります。さあ一塁に追加点のランナーを許しています。バッターは横山、そして一塁ランナーは渡辺。ファーストランナースタート、キャッチャー送球して盗塁成功です。ここで盗塁を許してしまいました。まあ走ってくるのは分かってたはずなんで、もう少し工夫してもらいたかったですね。この盗塁は大きいですよ。チャンス打ちました、ボテボテ、セカンドが前に来る。一塁送球アウト、ツーアウト。さあバッターボックスには先発の田島が入ります。まあここで追加点が入れば自分が楽になるわけですから、このチャンスは生かしたいですね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。インコース見送っています。152キロ。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあどのように料理していくか。このピンチ空振り三振に切って取りました。得点を与えませんでした。バファローズサードランナー残塁に終わっています。4対2バファローズがリードしています。これから3回の裏、バファローズに選手の交代がありました。先ほど代走いたしました渡辺。西さん、この展開ですから序盤のうちに少しでも点を返しておきたいところですよね。まあ早い回で追いつければね、この後の展開も変わってきますからね。そうですよね。さてバッターボックスの菊池、バッターとしてはどういう特徴がありますか。高め打ちました、打球は切れてスタンドへ入りそうだ。次が3球目、低めに外れてボール。変化球空振り、ワンアウトです。バッターボックスには4番小園、先ほどの打席で一時勝ち越しとなるタイムリーを放っています。田島、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。掴んで2アウトです。バッターボックスには5番末永、先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。2アウトになっています。インサイド決まっています。見ましたがこれはストライク、ノーボールツーストライクです。
痛烈、これはセカンドの右抜ける、ライトの前、あっという間にライトへ、ランナー出ました、カープです。ツーアウトランナー一塁、打順は6番坂倉、先ほどの打席はライトへヒットを放っています。ヒットでランナーを一塁に置いています。変化球が決まりました。打ちました、ショート取った、一塁送球、これでマルチヒット、2アウトランナー二塁一塁、さあカープ得点圏にランナーを置いています。早いうちに差を詰めておきたいところですから、ここは何としても得点したいですよね。なるほど、そうですね、まあ、初球打った、ワンバウンドヒットになった、ホームに送球、ライト前ヒット、これで3連打。さあそして打席には相澤が入ります。さあなおもチャンスで満塁の局面、まあなんとかつないでますんで、このチャンスは生かしたいですね。なるほど、そうですよね。インコースの変化球見ています。いや、ここで押し出しするようなことがあると流れが向こうに傾くでしょうね。インコース低めのストライク、ワンボールツーストライクと追い込んでいます。外の球打った、サードの右、レフト前へ抜けていく、サードランナーがホームに帰ってきました。カープ1点返しました。4対3、なおも満塁のチャンス。期待を裏切らないバッティングでした。点差を縮めます。いや、ここでね、一気に攻めたいですね。ここで得点が入りました。さあ打席には先発の森下が入っています。失点も多いですし、ここは変えても良かったと思いますね。そうです、しっかり破っていく、バックホームする、サードランナーホームイン、カープ追いつきました。4対4、自らのバットで1点をもぎ取りました。ご覧いただきましょう。自らのバットでゲームを振り出しに戻しました。いやー、それにしてもピッチャーとは思えないバッティングでしたね。試合は振り出しに戻っています。ここも続きたいですね。さあこのチャンスでバッターボックスには1番の秋山入っています。これはどうか、スタンドファウルボール。甘い球だったんですけどね、打ち損じですよね。そのようですね。掴んで3アウト、勝ち越しは許しませんでした。しかしこの回カープ貴重な得点が入りました。3回終わって4対4、カープ同点に追いつきました。回は4回の表に入っています。オリックスバファローズ打順よく1番から始まります。福田がバッターボックスに入ります。今日はここまでマルチ安打を記録しています。もう打たせてはいけませんよ。打ちました、取ってワンアウトです。打順は2番宗、先ほどの打席で同点タイムリーを放っています。いや、あのタイムリーは痛かったですよね。はい、今度は抑えないといけませんよね。そうですね。まずはワンアウトを取っています。膝元へ持ってきました。ノーボールツーストライク。インサイド、弾き返した打球はセンターへ。ここはセンターが抑えています。ツーアウトです。3番バッター中川、先ほどの打席で一時勝ち越しとなるタイムリーを放っています。いやー、さっきは勝負どころで打たれてしまいましたよね。はい、今度はしっかり抑えてやり返さないといけませんよね。そうですね。2アウトになっています。
この回の森下4球で2アウトにしています。まあ積極的に打っていくのはね、悪いことじゃないんですけどもね。はい、そうですよね。高めギリギリです。あっという間に2ストライクです。見送っています。打った。このフライはどうだ、落ちるか、ヒットになった。これで3打数3安打。